さあ毎週月曜日のこの時間は秘密の研究室からパフューム研究員が登場。おしゃれイズムはみんな見たのかどうなんだ。今夜はいよいよ今週水曜にリリースされるニューシングルスイートリフレインをテーマにした研究です。パフュームロックス。そしてドームまでもすぐでございます。Perfume Lux starring Perfume。ラジオネームピオ吉からの依頼。スイートリフレインの写真のお姉さんたちがしてそうなことを研究せよ。スイートリフレインの写真のお姉さんたちって私たちのことですけどね。自分たちなんですけどね。確かにちょっと大人っぽいですね、今までに比べて。面白いね。確かにね。お姉さんと思うんだね。本当にこんな表情しちゃって。あんたはいくつだよ。ほんと。確かに、レーザービームのさ。レーザービーム。お姉さんそんなこと言いましたね。言われてるわ。レーザービームの時も、お姉さんっぽかったわ。確かに。大人っぽかったけど。確かにね。これちょっとなんか雰囲気違うよ。そうね、全然別のレベルまで来てる。あー、レジャービームレジャービームね。レジャービーム。さあここで問題です。あのお姉さんたちは何をしそうでしょうか。ええあのお姉さんってこの服を着た。あのお姉さんたちは何をしそうでしょうか。この赤い口紅で、うん、ちょっとなんか気だるい感じのこのお姉さんたち、何しそうかなって、ま、そうじゃね。とりあえず多分ね、うん、洋服とか洗濯はしない。クリーニング。そう、全クリーニング。お父さんやばい。今だけすごい。アイロンとかも多分かけない。かけないね。アイロンかかった状態で帰ってくる。うわなんでクローゼットは全部ビニールです。全部ビニールかかってます。ビニール外さずにそのまま置いてある。はい、やだ大人。恐ろしい。靴なんかはシューズインクローゼットです。わー大人や。いろんな段差にすごい、いろんな色ごとに。はい、色ごとにね。で、あのね、掃除屋さん入ってます。入ってんのかな。ハウスクリーニングみたいな。隅々まで爪楊枝とかでガッとこうガッと入れるぐらい細かい作業してくれる。すごいちゃんと答えてるけど。あ、押しましたね。じゃあね、ありがとうございます。言いそうなこと。え、言いそうなこと、うん、お風呂上がりにボディクリーム塗らないとかマジ無理とか言いそう。え、そういう系の本当。そういう問題か。あれ、あ、ちょっとぶっ言いそうじゃない。まずお風呂上がり拭かずにオイル塗ってからちょっとだけパタパタ拭くみたいな。え、それさ、お風呂上がりバスローブとかいうことじゃなくて。無理、マジ無理なんだけどみたいな言わない。いや、ちょっと違うでしょ多分。なんかさ、あーちゃんの思ってるこのお姉さんたちと、うん、どっちの思ってるお姉さんたち住む世界違うよね。え、嘘、違う。そう、ちょっとイメージどころがちょっと違うかな。同じなんかちょっとすり寄せていこうか。ほんと、うん、ちょっと私が思うに、うん、あーちゃんの方に近いかな。え、家にワインクーラーがある。来たよ。え、で年代物とか横に並べてさ、うん、赤も白もあったりさ。はいはいはい。ブランドバッグは消耗品だからとか言いそう。え、何そのさ、下品なの。ちょっと言いそうじゃない。何かさ、そうだよそうだよ。この扱いがさ、バディーゼキモリーカリーありえないんだけど。ちょっとなんかギャル。なんだろうね、ちょっと世代が若いのかな。あれ違うかな。私この人たち夜にダーツとしてそう。いや、してそう。でもさ、ダーツってこっち側じゃない。そのえ、ちょっと違うよ、やめてよ。そんなんじゃない。消耗品の人だめだよ。近づけないで、近づけないで。消耗品の人たちって何それ。ブランドバッグ消耗品の人たちって何それ。いや、そう、あのね、ちゃんとすり寄せよ。あれ、あのダーツは多分すごい行くけど、自分の専用のダーツとか持ってる。マイダーツ。ほら、持ってる人はなんかさ、わかんない。なんでさ、すごい引っ張るの、そっちに。違う違う、その渋谷系想像しないで。あれ、あの、もうちょいこう、麻布白金寄りだけ。なんかね、上品。ワイン飲みながら、ダーツして。そうね。でもそんなに競い合うことにいっぱいいっぱいにならない。精神論みたいな。あくまで遊びなんで。そうそうそう。パーン。遊びなんでパーン。スパ。
あの丸の丸の丸のとこ。ちょっと海外旅行とか行ったら乗馬しちゃう。それじゃあ全のこやだなんか。ちょっとやっぱそこう乗馬がこっち側でしょ。違う、やめてよ。いや乗馬が消耗品の方だよ。違うよ、多分ノッチの消耗品の方の乗馬走り回るんでしょ。こっちゆっくりだから。いやいや、もう帽子もかぶっちゃうよ乗馬の。何、いや、まち帽子かぶんないから。何だ、あのね、肩にはまらないから。そう、えもう自分のペースでやる。私はすごいもう全部一緒なんだけどな。違うよ全然。ありえないんだけどとか言わない。ボディクリームなんて塗らなくていい、もう裸で生活してるから。洋服着ません。全体自然体。衝撃。わかんないわかんない、自然体だから。やばい、あちょここ読んで。ということで、アヒームの新曲スイートリフリン、今週の水曜日リリースです。ということで、そんな人たちが歌ってる曲。ラジオネームどん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 からの依頼。スイートリフレインのミュージックビデオのように、歌詞ゆかのっちあーちゃんの順番で回転しながら喋れるかを研究せよ。回転しながら、回転、あ、順番にってことかな。あ、なるほど、その順番通りにやってみます。やってみましょう。皆さんこんばんは。こんばんは、歌詞ゆかです。もっちです。ちゃんです。3人合わせてパフュームです。パフュームです。パフュームです。よろしくお願いします。今週あら、あ、まだ曲始まってなかった。あれ。これ危ないね。いやいや、あんただよ。そうだよ、さっきから大事なことを噛み噛みなの。お願い、ちゃんとやって。はい、お願い。普通にラジオだから、スルッと言ってよ。はい、声しか聞こえないからさ。よし、行くぞ。今週水曜日に新曲スイートリフレインがリリースになりますけど、どうですか。そうですね、もうレベル3がこの間発売されたんですけどね。そうですね、1ヶ月ごとにリリースするなんてなかなかないんですけど、うん、おり、こうリリースするっていうのはやっぱありがたいことで、続けるっていうのはやっぱこう求められてるってことですよね。そうですね、ドームに向けて拍車もかかるとですね。また PV もすごく凝っててね。そう、確かにこれをみんなに見てほしい PV だな。終わり。終わりの音なんなんじゃないこれ。あんた話全部終わらせよ。何にも振られてこんなんやけど。もうちょっと喋りたいんやけど。いや、言ってよ。だね、そうだね、なんとかかんとかでって。そうそうそう。私すごい回してるのに、ノッチで終わるって。終わらせてる。で、え、終わりって言ったらもう次ってやられるか。あ、次、あ、何をしよう、何をしよう、何をしよう、終わり。難しいじゃない。私が、お願い、戻してね。これチームワーク発揮されますね。誰からだ、どこに戻ってますか。ってことは、あんたからやる、私、うん、PV がどうのこうのでねーの後。じゃあ、あ、歌詞どうですか。歌詞はね、読んで見ていくと結構深い思ってますね。そういう風にこうなんか聞くたびに発見があったりとか、最初はよくわからないけど聞いていくうちに新しい発見がいっぱい見つかるような曲ですよね。うん、人生論というかすごい大人よね。うん、なんかあのさ、サラダの中のあいつとかさ、そういうこうのが入ってくるからさ、ちょっとわけわかんなさ増すんだけど、でもあ、笑っちゃってるじゃん。でもさ、そこをこうなんかあれ、1番と2番が逆になったんよね。そうそう。え、持ってきた。その何年も忘れてたことが何かの表紙急に思い出すってところと、サラダの中のあいつみたいに取り除いても匂い消えないってところが逆だったんだよね。そうなの、そうなの。
え、だからそのそこが逆になってることでわけわかんなさが増しちゃってるんだけど、なんだけどまあそのあのサラダの中のあいつが取り除いても匂い消えんで、あの日が見た夢が、これ夢の中の話が今でもくすぶってるのかしらって、そういうことなんね。そうなんだよね、うん、あれだよ、あの相づちが打ちたくて苦しいんだよ知らんがな、知らんがなじゃあドームの話でもしますか。終わり、曲の説明できたかなドームの話いっちゃうか、もうこのまま。あ、回ってきた、すげえ。そうですね、ドームもうすぐだね、京セラドームあれ終わりなら終わって会話しちゃいたい、会話したいけどこれそういうやるじゃないからそう、近づいてきました。もう演出も結構決まっておりまして、いやもちろんのことですけれども、もういい感じにライブ想像しております。かっこいい部分もありつつ、だけど近くに行ったり柔らかい部分もありつつ、結構今回は内容が今までと違うと思いますね。うん、そうだね、本当にレベル3のライブだから、レベル3を本当にたくさん聞いてきてほしい。うん、もう新曲目白押しです。新しい振り付けが見れるとね。ー、あの曲についたのみたいな。あ、もう頭こんがらがってます違う曲で違う振り踊らないようにしないと。本当だね、本当だね本当だね返しあ、来た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 、あ、ドーム、東京はクリスマスですね、戻った。そう、クリスマスなんですけど、まあ、やっぱレベル3のライブなんでね、しっかり聞いてきてもらって、記念日がいい風に重なってるんで、その記念の日を忘れられない日になるように、私たちも、素敵な日にできるよう努力いたします。ということで、このまま終わりにしていいかな、かな、この順番のまま終わりにした方がいいんじゃないかな。じゃあ最後にこの回転の中に遠山校長入れてみようか。入れてみよう、遠山校長、スイートリフレインの魅力を一言で表すと何ですか。パフュームがずっと、なくなることのない、なくすことのない可愛さ。なるほどね、校長っぽいな。いや、ほんと校長はいつも校長っぽい。でも本当にそうやって言わせるのがパフィウム3人がいるからです。はい、もうない、もうないもうない、もうない。俺が止めちゃったってことこれかもしんないね。え、終わりかもしれないね。ストッパー遠山発動これ、うん、なんかそれはそれで悲しいな、ちょっとな。いやでも校長先生の意見ですもんね。そうそうそう、本当にそう、ね、うん、やっぱかっこいいパフュームっていうのが、はい、最近特に世界行く時とかも、うん、今回このドームも多分ね、うん、とんでもないもう爆裂的にかっこいいライブになると思うけれども、うん、やっぱその中でもね、パフュームがずっと持ってるこの可愛らしさ、はい、これはね流れ続けてるわけなんだ、うん、パフュームの中には、うん、でそれをちゃんとこうね、曲になってるのが今回のこのスイートリフレインなんじゃないかなって俺は思ってる。振り付けとか見てもそうだし、曲調も詞もそうだしね、はい、もちろんこれパフューム3人がいるからこそこれ全て生まれることであって、うん、そういうことなんじゃないかってことを言ったんだけれども、なんか俺が止めてしまったのかな。次はちょっとちゃんとこううまいこと巻き込まれて頑張りたいね。何回も何回もやりたいですね、ローテーションをね。はい、ニューシングルは今週の水曜日リリース、そして来週末はもう京セラドームでの大阪公演、行くやつは楽しみに行ってこい。さあ、明日は生放送教室に我が校の B 組の講師ベースボールベア先生が登場。やった。今週水曜日リリースのダブル A サイドシングル「ファンファーレが聞こえる」、線香花火を持って4人揃ってきてくれるぞ。